全行制表は、人の全行を褒めて、広く、世間に示すこと。しばしば異性者により、政策の一環として行われた。日本においては、大法2年、高順者制表の象徴が下されてから、奈良時代、平安時代によく行われた。特に、元号の改元、天皇の即位、返済の勃発などがあった時に、高子、純孫、切符、義木、 力電車などが称された。江戸時代になると、さらに盛んに行われ、教法5年、徳川義宗は、特攻者製票の規定を設け、完成10年、松平定信は、公使既得者の大掛かりな調査を行い、高吉六、高吉六続編を刊行した。初版においてもこれに習って製票が相次いで行われ、芸美高吉六、加納越三修了民伝などをはじめ、 この種の全公表彰録の観光は多かった。明治になって、直令によって、放送条例が定められ、人命救助者、高子、純孫、義母子、精霊実業家、発明改良家、教育、衛生、社会事業、貿易の諸事業、道路、川居、堤防、橋梁の集築、学校、病院の建設、デミアの根壁などに尽くして、 公衆の利益を図り、成績のすこぶる顕著なものに対して保障を与えることにした。各県でもしきりに全校者を表彰し、民間の教家団体もまた行った。大正15年、区内省は特に特校者を表彰し、大正特校録を編纂刊行した。ありがとうございます。